こんにちは、かっちゃんです。はい、どうも、ティアスです。よろしくお願いします。お願いします。ティアスさんは普段、魔改造をやってまして、この前、ブレードバーにコラボすることになりました。よろしくお願いします。お願いします。今日は、魔改造の戦いをするという流れだったんですけど、僕とちょっとね、連絡がうまく取り合ってなくて、僕、即席で魔改造を作りました。魔改造っていうのかな？魔改造じゃないですか、これ。やばいですよ、これは。魔改造にしときましょう。30秒ぐらいで作った魔改造がこちら。ドレインファブリルにさらにラバー力をアップさせました。プラスこうすることでバーストしないですね。ありですか？あ、そっか、バーストしないんだ。横に巻いたんですけど、横に巻くとレイヤーの周りにうまく輪ゴム巻けなかったので縦に巻いちゃったんですけど、バーストしないのって魔改造ルール的には経営の人もいるので。いますか？大丈夫だと割と、はい、次回はね、ちゃんと作るので、はい、今日はもう時間がなくて30秒で作りました。自分が持ってきたのは、はい、番上のレイヤーがこのゲファール・ゲイボルグというやつなんですけども、ゲイボルグの槍をイメージして作ってます。お、結構重さが 43g ぐらいあるので、レイヤーだけですごい強くなってます。レイヤーでもベイ1個分以上ですか？だいたい1個分ぐらい。わー、横がやばいですね。チェーン巻かれてますね。これ時給ですか？右回転ですか？バランスタイプで右回転です。おお、吸収できるかな。スプリガン・リクイエムも吸収できないので。やばいですね、それは。調子いいですか？調子を下げですね。今日は。じゃあ、スリーポイント選手でいきますか。スリーポイント選手です。はい、いきます。はい、スリー、ツー、ワン、ゴー、ツー。あ、強く強くしちゃった。やばい、やばい。あー、重さが違うから。重さの暴力はね、重さが強く違いますね。これアトミックだからスルンっていっちゃうんだ。頑張って取ろう。スリー、ツー、ワン、ゴー、ツー。おーおおお、なんか遊ばれてる。遊ばれ、お、吸収してる。吸収してる。もういいね。あ、ここまで来るともうあと持久力し、あ、そっか、ベアリングだ。倒れ方がおかしい。やばい。どうしよう、最後めっちゃ重いのにしてみます。あ、いいですよ。やば、ベーゴマをくっつけただけの。これつけると 120g になる。あ、合計で。合計で。やばい、いきます。3、2、1、5、6。やばい、やばい。軽く吹っ飛ばしてる。あ、でも分かんない。あー、負けたー。この最後のスピンの時にこの輪ゴムが引っかかってピッて止まる。ブレーキかかるように止まっちゃう。そこ下にもついてるから。そうなんですよ、止まっちゃうんですね。あー、めっちゃ弱かった。はい、なんだろう、簡単に吹き飛ばされてて軽々と遊ばれてました。パブニル、今度はもっと強いの作ってもらって。そうですね、また対戦したいと思います。はい、はい、超絶吸収を考えてるんです。衝撃を吸収して回転力に変えるやつと、こういうパブニルのような吸収とダブルの吸収盛り込もうと思ってます。楽しみに待って。はい。ありがとうございました。はい、あ、はい、ティアスさんのチャンネルでは 3on3 でバトルしようと思いますので。普通のベイブレードを使いますので、まだ可能性はあるかもしれないので、良ければね、ぜひそちらで見てみてください。お願いします。はい、概要欄にティアスさんのリンクありますので、良ければ見てみてください。バイバーイ。バイバーイ。